余裕です。まだラーメンを食っております。九シーズンです。8号3号便に乗って名古屋に帰りましょう。ラーメンを食っております。免税店も閉まってしまいました。10時半なのに閉まってしまいました。中国の方が日本に行く便なのでみんなワクワクでしょうね。日本のおばあさんはテンションがすごい高いです。楽しんできてほしいですね。